49分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と鼻垂れの古仙じじいです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日のテーマは、今日のテーマはフリーテーマ、イエイ、祝日ですからね。いいです。みんなでこうフリーテーマで楽しくいきましょう。ではラジオネーム高崎のパパさん。パパさん、時の経つのは早いもので、うん、2月も残すところあと6日となりました。だね。うわ、本当だ。今週で終わりだよ。やだ。あっという間ですね。で、この時期気になるのが、そうです。人事異動。ああ、そっか。お勤めの方はね。東京勤務となってから4年と9ヶ月、うん、いよいよやばくなってきまいました。3月の第一金曜日が恐ろしくてたまらない今日この頃です。来週か。そうです、ついに3月の第一金曜日。本当に私つい一昨日の話なんですけど、私の親友のね、ケイ、ちゃん、ケイちゃん、ああ、ケイちゃんが、ケイちゃんね、実はあの結婚したんですよ。おめでとう。はい、報告を受けまして、うん、おめでとうって言ったんです私、うん、そしたらありがとうって。でもなんか浮かない顔だったんですよ、うん、どうしたのかなと思ったら、実は婚約が決まった1週間後に、うん、旦那さんが群馬から三重県に転勤になったんだって。あら、だから私三重県に行くのって遠い、私号泣ですよ。号泣した。そう、三重県ですよ。三重県で車で5時間かもしれませんけど、名古屋よりか遠いんですよ。遠いっすよ。だからこう転勤の方は3月より前、2月のこの中旬の時に発表されるんでしょうね。ちょっと早く。本当に。ねえ。そう、結婚してくださいって言われて、はいって言った1週間後に転勤が決まったんですって。1週間後、2週間後かな。そうそうそう、まあそういうことがあるかもよっていう事前告知はしてあったんですかね。いや、それもなかったんですって。なかったの。そう、騙しじゃん。そういう会社に勤めてんだってことを前提にね、え、結婚の話を進めたのではないのですか。ね、どうなんでしょうね。まあただねえ、人生何があるかわからないねえなんて言って、ね、ただ私はついていくよって言ってたので、まあそうでしょうね、かっこいいなと思いましたが、そこでね、転勤じゃあやだわってなったらね、うん、薄っぺらなもんになっちゃいますからね。ねえ、ただ皆さんはどうですか、うん、ねえ、こう結婚してくださいはいって言った後に、実はちょっと経ってから転勤が決まったんだって言われて、ね、知らなかったですよ旦那さんも。悪気はないんですよ。そりゃそうだよね。この時にあなたはどんな気持ちですか、うん、っていう。事例は突然出る。隣の県とかじゃないですからね。ねえねえ、車で行ったことはあるんで、一番遠いのがじいちゃん、三重が最長だわ。そうだったんですね。二度とやだね。うん、あんな遠くまで。だから人事異動の中には距離が、いろんな距離がありますからね。ねえ。さあ、というわけで高崎パパさんから人事異動についてでした。時刻は7時53分を回ります。今日はフリーテーマでお待ちしております。せーの、いってらっしゃいまし。8時18分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と古仙じいちゃんですよ。どうぞよろしくお願いします。さあ、3連休最終日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今回の3連休はね、うん、あのコロナウイルスとかもありますので、うん、ちょっとね、ねえ、いろいろと。いつもの年とは違うよね。違うのかなと。出かけにくくなってるしね。そうですね。ただそこで困るのが、あの、まあ、旅館だったりとかね、そういうところじゃないですか。もうね、影響すごいよ。ですね。ねえ、イベントも中止。まあ、ただ、そういうふうに手洗い、うがいとかマスクとか、まあ、徹底していただいて、あの絶対に行ってはダメではないですからね。そういうことですよね。そう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 、気をつけてっていうことで、ね、行かなくったって確
かるときはもしかするとかかってしまったりとかするので、うん、壊れなんか見えないもんだからね。そうなんですよ、うん、だからねちょっと風評被害ってところがね、うん、うーん、まあ、そういう関係の方は大変なのかなと思いますが、さあ今日は振り替え休日ということで、はい、ラジオネーム富岡のアリオンさんが振り替え休日について調べてくださいました、うん、おお、うん、あ、今日のメールのテーマだけお願いします。今日のテーマフリーです。はい、今日はフリーテーマなんです。なのでアリオンさんは振り替え休日について調べてくれました。1973年に国民の祝日に関する法律が改正されて、うん、休日主に祝祭日が他の休日（括弧日曜日などね）と重なった場合は、うん、月曜日以降を休日にして国民の祝日数、祝日数が減らないようにする制度となっていますが、うん、実際には仕事の業種だったり勤務体制などで取れてない人が大半なのが現状のように思います、うん、私も同様で今月のシフト勤務表を見て振り替え休日ありの3連休だと知ったのが事実です。ちなみにハッピーマンデー制度の法律も1973年で天皇誕生日4月29日が日曜日で、同年4月30日が最初の適用日になったそうです。ってことで本日は観覧に来ていますと来てくれました。はい、いらっしゃい。うーん、そっか、そのあたりからか。ね、今日だってお仕事の人いますよ、酒太郎さんだって。確かにそうだな、昔な、ほら日曜日にさね、祝祭日与えてやったら損したっていうね。そうですね、うん、特に学生さんとかはね、そういう感覚あったけどね、うんうん、まあ今回は休みがなくて関係ないと、さけちゃんもね、うん、もう今日はみんな休みだってと、関係ない関係ない、うん、仕事をしてますね。お休みの時の方が忙しいんだもんね、皆さんが休んでる時の方がね。そうね、さけちゃんは忙しい。でもこういうふうにお休みが、ね、ある方は働いてくれる方がいるから、うん、そういうことですね。お出かけできたりしたりできますもんね、はい、そういうところやっぱ感謝しながら出かけなきゃいけないのかなともね、はい、思うようになりましたわ。さあ、そしてラジオネームよいこらしょいと、えーとママちゃん、えーとママちゃん、皆さんおはからです。おはから、はから、フリーテーマなので、はい、旦那の愚痴にしますねと来ましたね、名物みたいになっておりますが、ホセちゃん大丈夫、くしゃみが出る今ね、うん、飲み込んだ飲み込んだ、うん、ね、自分のことのようにちょっと捉えていただいて、はい、金曜日は仕事帰りにジム、土曜日は朝からランニング練習会、うん、夜は弟とご飯、日曜は子供と公園に出かけたいけど今日はまたジムに行くみたいです。ジムとかランニング行くと洗濯物増えるんですよね、すぐ乾くからって言うけどそういう問題じゃないんです。ランニング用に下着を変えるのでパンツだけでも3枚はあるし、手荒れした手に引っかかる素材のものが多いので毎回イライラします。汗臭いから自分で洗濯してって言ったら、時々は自分で洗濯機に入れて干すまではやるけど、取り込みと畳んで片付けるのはこっち任せ、やるなら最後までやってほしい。今日も長々と皆さん失礼いたしましたと、えーとママちゃんからいただきましたねえ、もうママちゃんがここに吐ける、うん、そのところ、その私たちがなってることが嬉しいですね、うん、まずね。なんでそんな人と結婚したんですか。そんなのわかんないよ結婚してみないと。ねえ、自分でしてさ洗濯すりゃいいじゃん、うん、洗濯して帰ってこいよ、うん、あの何私の友達の友達なんですけど、うん、結婚する前までは本当にいろんなこと何もかも全部やってくれたんですって、うん、ただ結婚してみてから、うん、なんかなんだろう、早くキッチン片付けろって言われて洗い物片付けたんですって、うん、そうしたらで上でね子供寝かしつけてたんですって、うん、そしたら LINE が鳴って写真が送られてきたんですって、うん、何だろうと思ったら旦那さんがコンロのところ写真撮ってて、うん、ここ磨いてないじゃん、食器洗うだけで済むと思うなって言われたんですって。あら、恐ろしいね。だからそんな旦那さんだと思わなかったんですって、結婚してから前は。ちょっと見る目がなかったって一言だね。もう詐欺だよ詐欺と思って私は。もう詐欺に、そう詐欺だよそれね。なんで変わるの。見る目なかった、騙されちゃったんだね。
えー、なんかこう見抜く、どうしたら見抜けるんですか、皆さん。見抜ける人には見抜けるんだろうけどね。うん、でもその時はやっぱりこう、うん、愛は盲目って言いますもんね。じゃあもうとことん汚くしてやりゃいいよ、逆に。逆に、うん、何にもしない、もうママちゃんどうです直り。だから、ママちゃんもこのジムとかランニングできるウェア、うん、そういうのも何とことん汚くすればいい、うん、洗ってやんないさ、もう、うん、確かにもう洗わなければ自分でやらないと着るものないですもんね。たら自分で何とかするでしょ。確かに。だか帰りにコインランドリーかなんかで洗ってくれんだよ、乾燥までして。あ、それいいかもしれない、ね、うん、自分のだから余分なその洗濯物は自分で管理させる、うんうんうん、うちみたいに。あ、ごめんちゃん、そうなんだ。違う、俺は畳み方が気に入んないから、あの、言ってやらせるのも悪いから、自分で、うん、気に入った畳み方に畳んでるって。うん、これこそ夫婦のルールだったり暗黙のね、うん、なんか了解だったりするんじゃないかな。でもさっきこせんちゃんが言ってたけど、やっぱやらないね、うん、それがもしかして一番なのかもしれない。やらないで、うん、抵抗だね、それね。まあ抵抗から始めるかね、うん、とりあえず。でももう冗談やってるんだよ、こんなにいっぱい出されてって、うん。ママちゃんの旦那さんマジ俺いっぱい洗濯物つうかさ、うん、あの 汚れたものとか出た時は自分で洗濯してるもん。偉いですね。ねえ、ほら余計にね、プラスアルファ出ちゃうとかわいそうじゃん。優しいね。優しいよね。ね、まあ畳み方が気にない。結婚してからもやはり相手に対しての思いやり、だって旦那様としても奥さんにしても両方とも人間ですからね。そうですね。ね、やっぱここ人権にかかってきますからね。人権問題ね。だからママちゃんやはりこう苦しいかもしれません、うん、こうね、汚れてるものがずっとあるのも多分もう無理だと思います、うん、ただここで手を出しちゃうと、あ、不満を募らせるよりね、抵抗した方がいいかもしれない、ね、だからこう、 こうね我慢していただいて、着るものがないぐらいまで追い込みましょう。追い込む、そう、追い込む。わあ、セリフ満点。私も鬼嫁になりそうだわ、ね、怖いわ。ラジオネーム、ももじいさんからです。ももじいさん、フリーテーマ、オーストラリアの森林火災に何かできないかと思っていたら、こんな情報がインスタグラムのお友達から入りました、うん、あーちゃん、こせんちゃんはコアラ基金って知っていますか？あ、なんかちょっと見たよ。私もちょっと聞いたことある。コアラが逃げ遅れてさ、動きがノロノロだからね。ねえ、かわいそう。そう、なんか火が迫ってるところでかわいそうなシーン見たよ。お菓子メーカーのコアラのマーチなどのお菓子のパッケージに、うん、コアラ基金のマークがついてる商品を買うと、オーストラリアのコアラちゃんたちに売り上げの中から支援金が支払われるらしいです。コアラのマーチでも？コアラのマーチ。素敵。オーストラリアの森林火災に何かできることはないかと考えていたら、こんな情報が入りました。微力ながら私はコアラのマーチを買い続けようかと思っています。頑張れコアラちゃん。買います。わあ。まあ身近なところでね、ちょっとお助けとかね、うん、できるっていうのは。だってコアラのマーチだったら、いいじゃん、なんなら小さい子だって買えますよ。そうだね。うん。ねえ。お小遣いとかで買えちゃうし、いい情報じゃないですか。すごい、ももじいさん、ね、最強な情報ですね。ありがとね。私チョコレート大好きなので、これからコアラのマーチ生活にします。カンガルーはどうでもいいんですかって話になってくるかもしれない。それはまた別の機会にね。カンガルー基金、うん、ちょっとコアラ基金からお裾分けしてもらいましょう、ね、はい、ね、ももじいさん素敵な情報ありがとうございます。どうもです。インスタグラムね、最近私もこれから始めようと思ってるけど、うん、すごいね。なんかもう1個調べるだけで、例えばここ行ってみようと思ったら、うん、そこからうわーって情報出てきて、すごい、ね、おすすめから何から、うん、いや最新ですね。まあ、ね、時代は進化、どこまで行くんだろう、ね、うん、さあそしてハワイのママちゃんね、ちゃん、ママちゃんは先日個展の公演のお礼にタイちゃんの太陽お母さんを持ちました。お母さんいつもニコニコしてないとダメよとターちゃんは言いますとね。今日ハワイのママちゃんのね、うん、息子さんのタイちゃんの絵が MV に飾っております。ぜひ皆さん見に来てください。あ、そ、表に向けてね、画面に来てください。はい、とても素敵な絵です。今日はフリーテーマでお待ちしております。時刻は8時29分を回ります。この後は県内のニュースです。
は8時47分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当は私あーちゃんこと磯日彩香と小泉じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。さあ今日は祝日です。はい、3連休最終日皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、さあ今日のテーマがフリーテーマということで、うん、早速で、トゥーパンプスさんからメールがいただいています。天皇陛下がお誕生日を前にしての記者会見で述べられたお言葉、うん、こちらです。もう還暦ではなくまだ還暦という思いでおります。天皇陛下と同世代の私には胸に刺さるお言葉でした。私もあと2年で還暦を迎えます。その時にまだ還暦と言える謙虚な人間でありたいと思います。そうですね、昨日は天皇誕生日ということで、はい、60歳のお誕生日をお迎えになられました。60歳です ね、あのお住まいの赤坂御所で、はい、昨年5月のね即位後初めての記者会見に臨まれたということなんですけどね、うん、どうですか小泉ちゃん、60歳の還暦の、うん、60歳に、ね、なった時は結構思い出深いね、うん、思い出というかありますよ。赤いちゃんちゃんこ着るのが60歳ですよね。うん、そうそう言われてるけど着なかったけどね。着なかったんですか、小泉ちゃんに着てほしかった、うん、まあ、ちょっとその頃もうここのねあのラジオお世話になってたんでね、うんうん、ラジオのスタッフがね、うん、ちょっと誘ってくれてね、うん、みんなでね仲間だね、うん、あの競輪で一儲けして、それでパッとやろうっていう、感動的な話がすごいプランが撃沈でしたね。みんな吸ってしまいましたね。はい、そういう忘れられないですね。競輪に行くのことはすごくいいことですよ。うん、あの女子競輪なんか初だったかな、 その時。女子競輪ですもんね。あったんですよその時。はいはい。で実は初めて生まれて初めてですよ60年。あ今でもその1回しか。ああ本当ですか。うん、あの競輪場には何度も行ってるけど、うん、実際にね券を買ったのは初めてだったんですか。うん、もう激沈ですけどね。確かに小泉ちゃんみたいな人は競輪場にいないかな。なんか競輪場にいる人ってなんかここあるじゃないですか。こう耳に鉛筆、そう鉛筆刺してこの間私一人でお寿司食べに行ったんですよ。どうしてもお寿司食べたくて、で隣の席の人がやっぱ耳に鉛筆刺してて、新聞とか見てたんで、あこれは競輪とか競馬とかかなって思ったんです。そっか、私あんまりそこにはいないタイプなのかな。じゃあちょっと戻っちゃいますけど、はい、はい、のね、まあ、近代の天皇で最も高齢で即位したということから、うん、まあ、こういう多分還暦にねついてどう思いますかみたいな質問があったんですね、うん、そうした時にはもう還暦ではなくまだ還暦という思いですというね、うん、お言葉がありましたね。やっぱ陛下は令和がスマートフォンの普及だったりとか自然災害の深刻化などのこの変化の激しい時代ということで、うん、まあ、そういうところに結構行動していかないといけませんねっていう話もまあありましたかね、うん、そうだね、ねえ、うん、そしてラジオネーム深谷から来ましたさんもちょっと年齢についてなんです。今日は振り替え休日、私は普通に仕事です。年齢についてですけど自分は4月が来ると50歳になります。先日会社の人と年齢のことで話をしていて、その人は68歳なんですけど、なんていうのかな、40代から50代になるのが複雑な気持ちなんですよと打ち明けて、やはり年を取るのにつれて誕生日の数ヶ月前にはそういう気持ちになるよとか言っていました。若い頃はあまり思わなかったのに、どう思いますか皆さんみたいなメールなんですけど、これはでもあるあるですよね。思いますよ、だって誕生日前になったらまた1歳ね年を、まあ、私は何とも答えにくいな。あの20代から常に10歳サバ読んできた人生だったんで、10個上にいつも年齢を偽ってきたんでね。でも男性の方はやはり年齢が増せば増すほど、私はすごく魅力を感じます。そうなんですか。もちろん女性の方もそうです。年齢が増せば増すほど、やっぱりいい女性だなって思うんだ。すごく思います。100歳ぐらいのがやっぱ目標。思いますよ、金さんとか銀さんとかもすごく思います。ね、はい、ラジオネームアレルヤハレルヤさんです。ハレルヤさん。テレビ東京の番組「ユウは何しに日本へ」で前橋市で合宿している南スーダンの選手たちが密着されているんですね。うん、僕は最近テレビで見て知ったんですけど、お二人知ってましたか？知ってる。私も知ってる。見てる。見た。うん。頑張ってるよ。ね、うん、テレビ見てたら前橋南スーダンって出てて、
すっごい嬉しかった。もうね、お迎え、彦城までお迎え行くとこから見たよ。そうなんですか、うん、練習しているとこも、うん、あったけどね。あちらはね、何回か舗装されてる、ね、石とか砂が混じってて、そう、もう走れない状態なんですよね。そうなんだよ、ちゃんとしたねトラックとかないんだよね。ねえ、うん、でもこっち日本に来てからもやっぱ日本で生活しなきゃいけないじゃないですか、うん、だから練習の他にもこう日本語学校に通ったりとか。そう、 そうな、日本語も覚えたりとかね。そう、なんかこういう行事ごとに出たりとか、うん、この間も八幡様のさ、お焚き上げにもいらっしゃってたし、うん、ああ来てた。そう、初市祭りとかもいらっしゃってたので、うん、こうすごく日本に馴染もうっていう、はい、思いが伝わってくるとよりね、こう応援したくもなりますよ ね、 ね、応援したいなって思います、うん、ゴルゴ38さんです。サテートさん、去年末ぐらいから自分が勤めている職場の近くでカモシカが出没し始めたんです。職場で山の途中にあるので出るのは当然かなと思いつつ、それに4年前ぐらいの夏にはクマが出没したという情報が入ったり、イノシシが団体様で職場の近くを通ったりすると、うん、すごい場所なので出勤前後は注意しなくてはと思っています。職場の近くも、待って、カモシカが出没って聞いたことないんだけど、山の中みたいなんだ。実は山の中だったりとかして、当たり前のようなさ、そういうのがいても不思議がないようなところに会社がある、会社があるじゃないだろう。それだったら話題にならないもんね。まあちょっとこんなところにっていうね、そういうところに出ちゃったっていうのが最近降りてくるんだ。分かった、今やっと理解ができた。今やっと、ね、全然違うこと考えてた、うん、そういうとこにまで来ちゃうっていうね、山の中にいる動物たちが。そうね、うん、困ったね。困ったね、ごめんなさい、私全然違うと命令、違うこと考えてました。絶対餌付けとかしちゃダメですよ、ね、あ、ちょっと待って、ラジオネームパパラッチョさんから来たの。うん、来た来た。せっかくの3連休でしたが結局どこにも出かけられませんでした、うん、今新型コロナウイルスが感染拡大をしている影響で、親からあまり外出しないようにと言われているためどこにも外出できない、ずっと家にいるんです、うん、そして僕が行こうとしていたイベントなども新型コロナウイルスの感染拡大の影響で次から次へと中止になっています。あ、中止になったね。今ちょうど春休みなんです、うん、家にいることがとても残念な気持ちです。そうか、でも中止になってほらもうないんだから、やってていけないっつうよりまだいいんじゃねえの、うん、うん、中止になっちゃったの。でもさ、やってるのにさ、いけないっていう方が辛いじゃない。まあね、チケット買っちゃったのに、まあね、っちゃダメよ。いや、どっちも辛いですよ。どっちも辛いか、まあ、ただや免疫力をアップしないといけませんので、うん、例えばヨーグルト食べるとか、オクラとかこうヌルヌルした食品食べるとか、うん、あとこんにゃくとかも食物繊維とかもいいから、うん、ね、そういうふうに免疫力、あとお風呂入ってよく寝て、そういうことですね、自己管理、そうですね、するっきゃない、そうそう、自律神経の切り替えとかもちゃんとしていかないとね、うん、早く俺も自律しなきゃしてください、うん、ラジオネーム赤城山大噴火さんです。大噴火さん、マスクどこにもないの、花粉症対策としても必要だから購入したいんだけど、うん、全くできないの、あーちゃんどうしてるって。マスク作る、なんかみんないろんなマスク作ってるみたい。でも私はなんか動画で見たのよ、グレープフルーツを切り抜いてグレープフルーツマスターにしてるとか、うん、やらら焼酎のあの大きい焼酎あるじゃないですか、うん、ボトルの、うん、あれを切り抜いて上からパカンってはめるとか、あれなんか中国の人がなんかそういうのかぶってるの見たよね。見たよね、うん、あとおむつみんな巻いたりとか、おむつ。でも冷静的に考えてさ、使い捨てのマスクだって洗えばさ使えるって話もあるじゃん。ん、使い捨てのマスクまた洗って使うっていうのも1回ぐらい、まあ何回できるか分かんないけど、うん、よくポケットに入れっぱなしで洗濯しちゃってさ全然そのまま大丈夫っていうのあったよ、そういうの。やだ、ダメよ、一回使ったらね、うん、まあ、でもキッチンペーパーで代用するなんてね、藤井さんもファミリースマイルでおっしゃっておりましたし、うん、まあ、あとは、まあ、タオルとかガーゼとかで覆うしかないですよ ね、 うん、ね、そしてラジオネーム、あ、保線ちゃんお読みください。え、これ、はい、これ読むの、はい、え、なんで俺の前に置いてある、白鳥女ちゃんから来ちゃったのね、来ちゃったなって言っちゃった、来たのね来たよ、どう読んだらいいんだろう、私白鳥女よって書いてないんだけど、うん、まず最初がね、何ですか、梅が綺麗に咲いていますね、うん、どういう意味、いきますよ、それからあーちゃんに質問あります、うん、いつもあーちゃんのかわいい表情の画像を見ていると思うんですが、どうしたら自然な自然な、うん、
どうしたら自然な表情の顔で全然内容入ってこない。だからさ、俺読むの下手だから嫌だっていつも言ってる。どうしたら自然な表情の顔で写真に写ることができるの？はいはい。白鳥女は変顔や変なポーズ決めて写ることなら慣れてるから平気なんだけど、うん、でもね、白鳥女も女の子だから、うん、あーちゃんみたいに自然な表情で可愛く写りたいのよ。全然。白鳥女はカメラを向けられると表情が硬くなっちゃうのよね。はい、何か秘訣あるなら教えてあーちゃんって書いてある、ね、読み方の癖もう二度と私読まないよ。読んでください。で、質問だよこれ。いやでも、うん、あの本当に一つ言えるのは、うん、自分が心を許してる人に撮ってもらうこと。あー、そういうことで。そう、気を使わない友達とか家族とか、うん、自然な。そう、そうすると自分の自然な表情が多分出てくると思います、うん、ちょっとだけこう距離がある人とに撮ってくれますかとか感じだと、うん、ちょっと顔がこばわっちゃうし、あー、そっか、作っちゃうかな。出ちゃうんだね、やっぱね。そうそう、顔の筋肉にね、そう、気持ちが出ちゃうんだよ。だからルルちゃ ん心を許してるカッパハゲさんに、そう、カッパハゲに撮ってもらうのが一番かなと思います。うん、あー、もう時間だ。そして風雪魔人さんとひーくんさん、私のせいです、ザスパ行ってきましたよと。うん、よかったね。いただきました。サトシさんがね、ザスパは監督が DF 出身だから、うん、守りはなんとかやりたいことはできていたと思うけど、うん、やっぱり攻撃の2人が怪我でいないから、あ、そういうことでね、これからなんだよ。それきつかったね。うん、そうですよね。フォローしてるよ、サトシね。え、サトシさんね、素晴らしい。他にも今たくさん太っちょさんからおメールいただきました。皆さんありがとうございました。どうもでした。ザスパまだまだこれからです。これからだよ。みんなで応援していきましょう。それでは本日はあーちゃんとじいちゃんでした。また明日お会いしましょう。さようなら。バイバイ。素敵な3連休を。フィクション。